こんにちは、今日のニュースです。先日拘束されたチョグク氏の親族に逮捕状が出ました。彼が管理するファンドでは、街路灯製造企業が急激に公共事業の受注を増やしたり、株価は上がり、ファンドも大儲け。この件について、警告ポータルサイトでも報道され、凄まじい数がアングリーマークに投票されているそうです。今日はチョグク氏の親族拘束、逮捕状関連の記事をご紹介します。最後までご覧いただけたら嬉しいです。ニュースの詳細。ソウル中央地検は、16日、ムンジェイン大統領の側近、チョブク法相の親族に絡む疑惑をめぐり、チョ氏の親戚である30代の男について、横領や証拠隠滅教唆などの容疑で、裁判所に逮捕状を請求した。男は、チョ氏の妻らが出資した死亡ファンドの実質的所有者とされ、検察は、チョ氏の親族による不透明な資金運用疑惑の解明を進める。チョ法相の家族は、ファンドにおよそ1億3000万円を投資していて、その後、このファンドから投資を受けた会社が、公共事業の受注で、不正な利益を得た疑いが持たれている。検察は14日、ファンドの実質的経営者で、疑惑の核心人物と見ている、チョ法相の親戚の男を横領の疑いで、インチョン空港で逮捕した。親戚の男は、疑惑が出て以降、海外に出国していたが、帰国した14日にインチョン国際空港で拘束された。裁判所が逮捕状を認めた場合、疑惑への批判が起きる中で、チョ氏を法相に起用した文政権に対し、野党の反発は、さらに強まることになる。一連の疑惑での身柄拘束は初めてで、検察改革を掲げるムンジェイン政権と検察の対立が、さらに深まる可能性がある。記事は以上です。チョグク側は、調査を見守るとしか言えず、野党側は、疑惑の全貌が明らかになることを期待しているようです。検察はやられる前にやってやる。と必死な感じですね。このパターンでいくと、まずは、法相の親族、次に法相自身、最後には、ムンジェインが逮捕、という流れですね。お相手は、タブレットで証拠を捏造した、とまで言われる検察。なかなか手強いかもしれません。今日は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。またね。